こんばんはじゃないわ、おはよう。もうさっき起きました。で顔洗って今クリームをつけています。みんなに言うの忘れてた。朝配信するの言うの忘れてた。おはよう。おはよう。昼夜もよろしく。ありがとう。やっほー、寒っ。ラペチーノさん30年おめでとう。老廃物を流していきます。おはようございます。ねえ、みんなちゃんと土地取ってる人たちだ。本当に寒くてお布団出れん。それな、出たけど。夜コインよろしくお願いします。お、ありがとう。レモン飲んだよ。ダンホテッドさんかわいい、ありがとう。舞台のチケット申し込みました。ありがとう。そう、マジさっき起きた。そうなんですよ。もう棒をキュッキュッキュッとする棒はない。高松ブラブラする。おお、そうなんだ。今日もアナちゃんに会えちゃうの嬉しい。私も嬉しい。ありがとう。ル配信できないんですよ。ないんじゃなくて、できないんですよ。ネット配信夜参加します。ありがとう。美の秘訣は何？寝ること。知らんけど。なんか配信ありそうな気がしてた。おお、意思疎通。あー、もちろんヘアバンド。うさぎちゃん夜打ち上げとかじゃないですよ。普通に帰ってお仕事があるんです。別の。大変だ。この4日間は大変かもしれない。一日終わったけど。松岡あゆみさん、あれがまなみさん、ありがとう。 SU48 2期生香川県出身の安否こと川端奈です。ありがとう。りょうさんハートありがとう。あっちゃさんかわいい、ありがとう。ためにそうだから夜配信はできない。おはよう。おお、めっちゃいい。聞いとんのか分からんけど、多分聞いとる。刺激されてます。あ、ちょっとあったかくなりすぎてる。風量じゃん。よく寝れた。だってさっき起きたもん。でもね、一回ね、7時に起きてね、7
7時になんか起きて、あまだじゃんと思って、10分後にまた起きて、いや全然まだやんと思って、で8時に起きて、えっと思って、この格好で寝てないよ。ヘアバンドは髪を洗うためにつけた。えっと思って、8時まだ大丈夫じゃんと思って、え本当に9時20分起きて大丈夫なのと思っておはよう、マジ大丈夫なのと思って、起きたらまだ寝る感じ最高、それな、すっきりした。1時間経ってないよ、起きたてって歌じゃん、マジ起きたてないよ、ずっと。さすがにこのヘアバンドやったら拡散するとか、お危なかった。ネスタラさん、タコちゃんありがとう。遅刻経験ゼロですよ。久々にこう行けるの楽しみしてます。ありがとう、嬉しい、今日もナナよろしくお願いします。よろしく、ワン、ツー、シー、フォー、よろしく。うん、いや、ここに鏡があるから鏡見てた。痒くなった。天使の絵の具さん、花束ありがとう。天使の具さん、花束ありがとう。200回目、100回目ありがとう。やっほー、やっほー、やっほー。うわT シャツおりこちゃん、あれ塗り薬を作るの忘れたみたい、悲しいだけ、まあいっか。朝食うどん早いね。タルさん、ブラボー、ありがとう、ブラボー、おはよう。川俣先生、おお、どうも。輸出待ちの車さん、かわいい、ありがとう。コロコロしよう。おにぎりいいね。おにぎり何食べたの？みんな何が好きなの？おにぎり。ちなみに私は最近ツナマヨ食べたくて、ツナマヨ食べた。あ、これ入れます。昆布を明太マヨね、最強だよな。
四の棒持ってる。塩、分かる分かる。なんだかんだ結局はそうなんだよな。塩だよな。カニカマのやつ、なんだろう、目薬あっちに置いてきちゃった。かまたま食べたい、わかるわかる。ね、塩むすびがなんだかんだ一番おいしいよね。コンタクトを入れています。焼きたらこ、わかる。これが私の目の中に入ります。緑茶ね、おむすびに合う、わかる。よっしゃ、うどん巡りいいね。海苔やなし派、海苔ない方が好き。100回目ありがとう。最初全然入んなかったですよ、私は。そう、最初全然入んなくて大変なこっちゃでした。お、これ入れるの忘れてた。だからここにさ、充電器をまとめるね、チーカーのやつ持ってたんですよ。それをね、どっかに置いたんですよ。なくなりそうだからってどっかに置いたらなくなりました。そのどこに置いたか思い出せなくて、どこに置いたんだろう、マジわかんないんですよね。大事にしすぎて、うん、オリコちゃん特大食わす元気だよ。わ、今日じゃないんですよ、今日の話じゃないから。めっちゃ前、充電器をレッスン場に忘れた時か。これで寝た。筋トレがダメになる。もう長いですよ。今日髪の毛何も持ってきてないからボッサボサだ。私量多いから。無駄痛が治ってる。別にあれが普通の私の髪じゃないから。マジで髪伸びた、切らないと。で、舞台でさ、髪切ろうかな、舞台になるって思ったけど、舞台別に髪の毛いらないんだと思って。でもない方がさ、ウィッグ楽なんだろうね。
毎回は悩まなくていいっていう舞台、それすごいいいなって思って、何も悩まなくていいんだっていいよね、それめっちゃいいなって思った。お、15分配信できた。キヨポンさん、タコちゃんありがとう。ということで今日の髪型は昼がハーフツインで夜が乙女髪にします。推しにやられましたニヤニヤしながら。そう、ということで壇上を読みたいと思います。え、サラピアショートじゃない、絶対13位アスパラさん、12位ヨシさん、11位ミッチーさん、10位ナオトムさん、9位末っ子長男さん、8位カズノリさん、7位オカッピさん、6位オギダリさん、5位ハヤタロさん、4位アチャさん、3位ミスタラさん、2位天使のイノグさん、1位福太郎さん、ありがとうございます。それでは皆さん今日も一日楽しんでいきましょう。来られる方は気をつけてください。配信ご覧になられる方はめっちゃ盛り上がって見てください。配信見ないよって方は見てください。なとめさん、ハートありがとう。ヒルより行くありがとう。来てくださる方、本当にありがとう。頑張りありがとう。皆さんとたくさん盛り上がれたらいいです。夜配信は多分というかできないんですけど、予定的に。ちょっと、大変なんですけど、頑張ります。ありがとうございました。バイバーイ。